ゴツェデルチェフは、ブルガリア南西部の町、及び、それを中心とした基礎自治体、ブラゴエブグラト州に属する。ゴツェデルチェフの町の名前は、マケドニア地方のオスマン帝国からの分離と、ブルガリアへの変異を求めて、闘争を行った内部マケドニア革命組織の指導者の一人、ゴツェデルチェフにちなんで改名された。1951年以前の名称はネブロコプ。 付近にはローマ帝国がダキア王国に勝利したのを記念して建造された紀元後2世紀の城壁都市の遺跡が残されている。この町はネストルムと呼ばれていた。ここでは考古学的調査が行われているが、1986年からは財政難により調査は停止していた。領域の一部はピリン国立公園に含まれている。ピリン国立公園は、 ユネスコの世界遺産にも登録されている国立公園である。ゴツェデルチェフ基礎自治体には、その中心であるゴツェデルチェフをはじめ、以下の町村が存在している。2009年7月30日閲覧。ありがとうございます。